やっぱり帰りたい。はぁ、私こんなところには向かないわ。こうは勘に帰る。いや、そんな顔じゃ無理でしょうね。前だって見分けつかなかったでしょ。ええんじゃずっと帰れないの。そんなのやだぁ。おはぁ、何にも進展してないじゃない。ちょっとレミ、久しぶりに図書室から出たんだけどやけに静かね。あの時はフラン失踪したの知ってる。フランがどっか行ったの。あら、それは大変。見つける当てはあるの。今メイド総出で捜索に行ってるわ。今なんて。メイド全員で捜索に行かせた。見つけるまで帰ってくるなって言っといたわ。じゃあここは私たちだけ。ああ、そういうことね。雑用とかどうするの。誰もいないじゃない。とちー、私お腹空いちゃった。来るな。じゃあわしがお茶を飲みたい時は自分でやれば。おやつは自分で食べれば。食事は皿洗いは洗濯はアイロンがけはおむつの取り替えは誰がわしの面倒。そして誰もいなくなったぞ。皆さんこんばんは、ゆっくりオウムです。フランだよ。早速山の異変を解決しなければならないのですが。変わったおじさんがいるね。そりゃ夜に演奏してたら迷惑でしょうね。結構面白い経歴持ってる。確かに音楽の腕はなかなかですよね。それはなるほど、この人の上司は犬だったんですね。犬以下の身分だったのか。それはダメですよ。盗むのは良くないよね。壊すのは仕方ないけど。それはあんたの都合でしょ。集団は変わるんですよね。お姉ちゃんは大丈夫かな。今度こそ行こうと思ったんですが。めちゃくちゃ怪しい奴がいます。なんか今日はニコ顔の人によく合うね。みんなお面屋に似てて怖いです。こいつが尻尾を出すまで見張っておきましょうか。とおばあさん発見。見たことない人だから何か起こるでしょ。優しそうなおばあちゃんです。ですが老人が深夜に出歩くのは危険ですよ。あ、例の怪しい奴が動きました。おばあちゃーん。ついに尻尾を出しましたね。弱いものから絞り取るのは許せないです。こら、待ちなさい。犯した罪は命で償ってもらいます。そこ行ききれない。いやいや、ナンバンさん、仁王立ちしてる場合じゃないでしょ。ボム袋ですって。これで爆弾も扱えるんじゃない。している間に夜が明けてしまいました。ここは北の門からまっすぐ進んだところです。クラッシュ。さあ、新たな地の冒険の始まりです。うわ、ここは前の沼とは大違いだね。蒸し暑いところから急に寒くなりましたね。右下でなんか凍えてる人がいますが、とりあえずあの小屋で情報収集です。なんか冒険って感じ。今後もあの小屋にはいろいろお世話になるでしょう。ここは鍛冶屋さんですか。用務にぴったりじゃん。この剣ちょっと手に馴染まないんですよね。束の部分を後にミリ細くしてほしいです。プロかあんたは。まあどちらにせよ、この生クラ刀をどうにかしてください。この人こんな薄着で寒くないんですか。タンクトップっていうか、乳首までこんにちはしてますよ。ズボラなんだって。わかりやすい名前です。
もちろんです。あらら、これは無理ですね。てかロガコールなんて、この部屋やっぱり寒いんじゃん。なかなかこの主人厳しいです。っていうかこのおじさん、冬は全く働いていないんですね。これは温泉掘りに行くしかないでしょ。温泉ですか、いいですね。寒い山の中、熱い温泉に浸かるのは極楽の一つです。と全然違うところに着きました。ここはゴロン族っていう種族が、住んでいるみたいだね。まあ容姿からして、テクナッツよりは話せる種族でしょう。また会ったの。沼地の神殿に行く直前に会いました。あなたはヒステリックになってたので知らないでしょうね。勇気と決意ならあります。見た目にとらわれず、感じるまま。まあ後についていけばいいんでしょ。あれ、あの祠、道ないじゃん。いくらリンクさんでも、あんなところまでジャンプはいけないですよ。あ、でも羽が落ちてる。じゃあ、ジャンプ。あ、やばい、滑る滑る。よく飛ぶ決心したね。羽が宙に浮くわずありません。危ない。い、命拾いしました。こんなところで崖づかまりとか、尋常じゃない恐怖でしょ。しかもその崖も見えませんからね。特にたわいのない話だったのでカットしました。宝箱だ。あのフクロウによると、真実が見える手助けをしてくれるらしいです。メガネゲート。おお、これはすごい。見えないものもよく見えます。危ない。まあ見えなくても危ないのには変わりないからね。ツルツル滑るのが地味に厄介です。しまった。今ありえない方向に飛んだよね。氷の上であんなターン決めれません。うっしゃー。とこれは幽霊ですか。あまり怖くない幽霊ですね。なんかいきなり命令された。まあついていくしかないでしょう。だいぶ登ったね。こんな寒さの中素手で崖を登るなんて尋常じゃないですよ。右側のゴロン族氷ついてる。お経でも唱えときましょうか。それじゃあこの幽霊は勇者さんだったんですね。確かに他のゴロンより体格とかいいしね。死んじゃったんですね。案外あっけない結末。それじゃあ私がスノーヘッドに乗り込みますよ。ああ、それは辛いですね。魔法、沼の猿にも言われましたけど、魔法なんでしょうか。まあ一般人からすれば魔法だろうね。癒される、それならお安い御用です。よかった、合ってました。最初間違えてたでしょ。なんかこの曲幽霊によく聞くよね。あ、そういえば、ヨウムはこの曲で癒されないの。癒されたら私の人生終わってしまいます。ゆゆこに聞かせたら。それは絶対にいけません。そうですか、みんなの期待に応えることができなかったんですね。
ゆゆこも仮面になるかな。いい加減にしてください。あまりからかうと怒りますよ。あ、ごめんごめん。早速ご論族に用意します。たくましい体になりました。心得はもう身につけてますので読まないです。お、重そうなパンチですね。しかも動きも素早くなりました。正直移動スピードは遅かったもんね。パワーとスピードを兼ね備えた、キャプテンファルコンバリの能力です。これは期待できそう。後半へ続く。撃てた、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 だ。